はい、戦国武将紀行、最上義昭公、ここは光禅寺さんで菩提所ですね、菩提寺になってます。最上家三代と書いてありますけども、まあ、義昭公、あと家近公、義俊公、まあ、義俊公でですね、山形は海域になってしまうんですけど、この3人のお墓があります。まず義昭公ですね、山形司祭最上義昭公300年祭記念、立派ですね。もちろん義昭公はこちらになります。まあ、かなりここのお墓ではですね、まあ、一般のお墓もあるんですけども、ずば抜けて大きいと。まあ、それはそうですよね。武州の大主大大名の、お墓ですから、これでも小さいかと思うぐらいですよね。まあ、後世直されているものも結構ありますけども、まあ、こちらがお墓ということで、考えてください。5秒前、5秒描写ですね。お墓です。はい、まあ、武州の大主ということでですね、私はいつもこの方を虚勢と呼んでいますけど、本当にこの方が亡くなってからですね、まあ、最上家は衰退の一途と海域になってしまうんですけど、まあ、そういうことを考えればこの方がいなかったら最上家の交流というか、そんな50万石以上の大風なんか得られなかったということも考えられますし、その難しい時代ですよね。織田、豊臣、徳川とそんな時代を生き残れなかったんではないでしょうかね。まあ、隣は義昭公の妹の義姫は伊達政宗の母ですから、隣の伊達家とは本来親戚なんですけど、まあ、代々続くいろいろな関係からですね、まあ戸様同士で徳川に対してはですね忠誠を尽くしましたけど、まあ、あまり仲は良くなかったようですよね。まあ、一部の家臣は交流があったようですけど、最上と伊達といえば、まあ、本来は親戚なのに、あまり、そういう状況は芳しくないと。つまり最上家の改易の時も伊達家は手を差し伸べていないですよね。全く右州側と欧州側と全く別の家のことだということで、まあ、もちろんその時はですね、まあ、政宗公もいなかったんですけども、まあ、いずれにしても伊達家と最上家という形でですね、まあ、米沢の話もあるんですけど、まあ、今回はですねちょっと、菩提寺ということで、お墓の前であまり長々と喋ってるとですね、またうるさいやつが来たと怒られそうなんで、このぐらいにしておきます。最上義昭公墓所光禅寺さんでした。